どうも、こんにちは、こんばんは、ハンドです。ですね、前回の、収録の後、レベル上げと装備集めと思って、あ、ちょっとこずれてんな。前回行ったね、このなんとか寺院の左右の道行ってみたんですよ。で、分かったことを、先にお伝えしておきます。まず、この寺院の東側の通路を行くと、扉に囲まれた小部屋がありまして、そこに入るとすぐさまここにワープします。で、文言が、黒いカーテンがかけられた、まあ、部屋だと。で、壁にね、黒いカーテンがかけられてる。で、死という声が聞こえたと。ですね。死という声が聞こえたと。で、この先に小部屋がありまして、こっち側ちょっとマッピングミスってるけど、多分こっちと同じだと思います。で、ここに入ると、ライトニングボルトの罠が、発動しまして、この罠については絶対に発動するらしいです。リートフェイトしてても意味ない。で、メンバーのうちの誰かがランダムで、灰になります。で、この時は X68000 と AV の2人が灰になってました。はい。で、灰になっちゃったんでリセットしてやり直して、今度は、こっち側のね、西側の、この扉に囲まれた小部屋に入りました。そうすると、ここに、すぐさまワープして、こちらでは、白いカーテンがかけられた、部屋になっていて、で、沈黙だったということなんですよね。何も声は聞こえなかったと。で、この先に行ったら、また扉に囲まれた部屋がありました。これちょっとずれてるんで、今直しますね。よいしょ。はい。で、この扉の前に、床に、マークがついてて、イベントのマークがついてて、メッセージが流れます。月の下にはルーンが住む。時の失われし部屋にて答えは得られん。っていう文言がありました。で、ちなみになんですけど、ここの、部屋は、片方が何もない部屋で、片方は、この、中央の、この小部屋にワープします。だから、ここからこっちにワープするんだけど、出たい時は、多分ここだったかな。で、こっち側にワープするみたいな。そんな感じになっておりました。はい。そんなとこですね。で、この中にはまだ入っていないです。はい。あ、それから今日は CPU ローモードにしています。先日、この BGM つけるツールをね、まあ、教えてくれたっていうか、教えてくれたわけじゃなくて、俺が勝手にその、見ただけなんですけど、約10年ぐらい前に、98版のウィザードリー5をね、イタちゃんさんっていう実況者さんがプレイされてるんですけど、彼の動画をね、こう改めてよくよく見てみると、やっぱね、CPU の速度かなり遅い感じでプレイされてて、こうやって矢印がはっきり見えてるんですよね。なので私も今日はちょっと彼に習って CPU 速度を遅くしてプレイしてみようかなと。はい。で、あれ？これどこだ？あ、まだ、ですね。ここですね。ごめんなさい。今ここにいますわ。で、この中に入ると、ここにワープしてきたと。文言はもう出ないんだな。白いカーテンがどうのこうのっていう。一回しか出てこないんだな。はい。で、ここが、そのさっき言った月の、下にはっていうところですね。扉にはこう書かれていた。月の下にはルーンが住む。時の失われし部屋にて答えは得られん。はい。ってことはこの先にルーンがいるのかなぁと思ってるんだけどどうなんでしょう。じゃあ入ってみましょうか。あ、ちょっと待って、その前に、クイックセーブね。時の失われし部屋。あり？77AV は何か見つけた。ん？部屋の北東の角に重い金属の土台に固定されたボタンがたくさんついているおかしな小さな機械がある。うん。
その不思議な装置をよく調べてみると、次のような碑文が刻まれていた。究極安全会社。多次元冷火器。もうなんか多次元冷火器っていうのが全然安全に感じないんだけど。待ってね。これはメモしときましょうか。機械があると。で、碑文には、究極安全会社。で、多次元、冷火、そう、あ、違う、冷火器ね。金属の土台の背面から2本のワイヤーが突き出している。ワイヤーが突き出している。赤が、プラス。黒がマイナスと。まあ、つまり電源を探せってことだね。そっか、ルーンがここにいるわけじゃなかったのか。はい。じゃあ、そのバッテリーとやらを探さないといけないですね。他に行くところあったっけ？まだ行ってないところ結構ありますもんね。じゃあ、この寺院を出て、まだ行ってない方に行ってみましょうか。はい、ここで、今ね、ワープして、ここから出てきた、といった感じですね。こういう感じかな。おっと。フィグビーフィスト。よし。薬を見つけた。あ、そうだ。ちょっとね。やっぱね、このテキストの速度は、セーブデータには保存されないみたいなんで、毎回やらないといけないみたいですね。うわぁ、遅いね、表示が。まあ、でもこれが当時としては普通だったのかなぁ。鑑定できた。チャーミング。魅了の薬かなぁ。うわあ、これはちょっと。侍が2グループか。トガラマス。モンティの。マハリと、で、侍4匹の方、こっちは絶対倒したいんだけど、マダルトでいけるかな。マダルト、いけ。よし、まだるといいね。表示速度的にも非常に見やすい。
今後も、やべえ、やべえ、侍が魔法かけてきた。ローモードでもいいかもしれないね。あ、やべ、MZ80B が結構やばいじゃないですか。あ、もう使い切ってる？あ、そっかい。7ポイントしか回復しなかったか。あー、死んでもうた。回復薬が死んでもうた。せっかくこの後も探索しようと思ったのにな。買えるか。ああ、美味しかったな。サイオニックス。あ、違う。ああ、バカン。変な感じがしたって言ったよな。サイオニックスってどんな罠なんだ？調べてみます。罠のリスト。誰かの職業に応じた特性値が1下がる。あー、ダメだ。リセットします。はい、戻ってまいりました。戻ってきたんだけど、結構前まで、てか最初のところまで戻ってきちゃったな。まあ、ワープする前のここにいますね、今。まあ、この先には、あの機械があるってこと以外はない、今のところはまだ何もないみたいなので、この状態で。ん？あ、そっか。ここでセーブしたんでしたね。じゃあこっち行きます。奇襲をかけた。そうか。カティノンのスクロール使っちゃおうかな。なんか今ブルーキャンドルも戦闘中使えるような感じになってましたけど、どうなるんでしょうね。食らったな。あ、そう、X68000 武器買いました。店売りで買ったやつですけどね。店売りで一番いい武器買ったんじゃないかな。
MZ80B の体力の伸びが悪くってね。もうちょっと、なんとか。一気にガーンと上がってくれると嬉しいんだけどな。水鳥ってね、そういう時はありますからね。こう、一気に20とか30とかアップすることも。ドラゴンズ ASP。よし。何気にこいつダメージ食うんだよな。でもカティノが効くっていうのが分かってるから、カティノ後列うわぁ、さっきはここでやられたんだけどね。今回も結構やばい敵が出てますね。ワイバーンも結構体力あるし、デーモンドックスはブレスかけてくるしね。ヘルハウンズ?あ、これまた、デーモンドッグとは別なのか。結構やばそうだね。9821また一撃で死んじゃいそう。待てよ。死なねえ。やっぱ、あー、ブレス痛い。マハリット使えないよな、本当な、きっとな。よしよしよし、なんとかなりそうだな。やばいやばい。でももう帰ろう。やっぱ探索は今回ちょっとやめよう。帰ろう。
結構ドキドキすんな。マジで？でもなんかいいもん入ってそうだな。どんだけ？よし。何が入ってる？ソード。グローブ。ソードとグローブか。セーブしとこう。ロングソードプラス1。まあいいものですよね。レザーグローブ、あーこれはちょっと残念かな。まあ基本みんな持ってるもんな。ロングソードプラス1か。でもね、もっといいもの買っちゃってるんですよね。ソードオブファイア、あとこのプレートメールはドロップアイテムを拾いました。じゃあ、ロングソードプラス1って刀と比べてどうなんだっけ？刀が7から13。ロングソードプラス1。ロングソードプラス1。7から12。ただの刀なのが上なんだね。じゃあ、残念だ。もう使えないのか。よし、これで帰りましょう。あ、待って、ちょっと9821のヒットポイントもうちょい回復しといた方がいいか。これでいいでしょう。おい、ちょっと奇襲かけたのか。ビビった。さてと、今いる場所だけど、ここかな？じゃあこのままおとなしく帰ろう。なんかエンカウント率高いんだけど。虎がめっちゃいるな、この通路。あ、逃げた。マジックドレイン頼む。よし、金しか入ってなかった。あ、またエンカウント。前衛二人がね、本当に優秀に育ってくれているので、そこは、まあ、安心してるんだけど、後列のね、ヒットポイントの伸びが低すぎちゃって。あと、MZ80B の体力もね、
しよし。スクロール。石化かな？ストニングって、あんま聞いたことない言葉だけど。怖い。石化持ってるからな。モンティノは侍の方にかけてみよう。くそ。ああ、でもなんとか勝ちましたね。薬。毒消しか。はい、じゃあ一旦戻りましょう。今いる場所はここですね。
あ、ハリットじゃなくてメリットだったな。スタッフっつってもな、ほんとただのスタッフだと思うんで、店売りもできないんだよな。よし、帰ってこれました。いらないものをまず払っちゃいましょう。ちょっとね、スタッフ鑑定15円かかる。いや、いいです。ショートソードプラス1を打っちゃいましょう。あとルーンドフレイル、これ呪いの装備なんでね、これも打っちゃいましょう。レザーグローブも打っちゃおう。ターゲットシールドを打っちゃいましょう。あとブラックブレードっていうのもね、これも呪いのアイテムなんですよね。なんかこの曲、なんかファイナルファンタジー12とか、ファイナルファンタジータクティクスみたいな感じがありますね。チェインメール打っちゃおう。あとロングソードプラス1も打っちゃおう。ブルーキャンドル売れるの？これ何なんだろうな。ちょっと調べてみますか。入手、ブルーキャンドル、これは装備できるわけじゃないのかな。備考欄に薄青色の壁に使うって書いてあるな。アイテムとして使うとミルワになるみたいですね。でも売っちゃっても買い戻せるんでしょうけど。まあ、とりあえず持っとこう。あとあれですね。今回、倉庫キャラ作りました。倉庫キャラをね、紹介しましょうか。誰か一人引っ込めないとダメか。じゃあ、213ちょっと引っ込めて。はい、倉庫キャラの FM タウンズさんです。割とね、最近まで前線で、バリバリ戦ってた FM タウンズさんですけど、今回はちょっと装甲キャラにしてあります。ただ、前衛の、まあ、X68000 か AV さんが、もしお亡くなりになっちゃって、前線に復帰できないような状況になれば、まあ、彼が前線に立つということになるかなと思います。はい。じゃあ、宿屋に泊まりましょう。さすがにあんだけ経験値もらえても全然レベル上がんないな。もうな、ダメでした。
めんどくさいけど、まあ、ディアルとディアルマを覚えてくれたおかげで、まあ、そこそこ、早くなりましたね。満タンにするのも。冒険者たちの宿へようこそ。よっしゃ、じゃあ再び、地下3階に行きますか。地下3階はね、なんだかんだで、まだ結構緊張しますね、なんか。さっき、うろちょろしてたあたりまで戻ります。あとね、この階段から、ダークゾーンの中の階段から降りてったこのエリアと、なんかちょっとズレが見られるんでね。そこもちょっと修正しないといけませんね。浮遊しとかないとね。リト、フェイト。あ、リト、フェイト。今日ね、いつもにも比べて遅いと思うんですけど、動作が。CPU ローだからね。でも、どうですかね、見てて、そんなになんか遅えなって言ってイライラする感じでもなければ、このまんま、ウィザードリーやるときはね、ローモードでも良さそうですか？いつものモードにね、戻してほしいっていうんであれば、言ってください。アーマー？一回で見つかったアーマーだからな。チェインメール、あ、一応売れるね。いらんものいらんもの、チェインメール、ストニングはまあビショップに持たしとくか。ラトモフィスを持っといてもらおうか。ファンタジーのゲームって、なんていうかシリーズが進んでいくと、どうしても機械文明が出てきますよね。なんか、ウィザードリーもね、まあ、ワンから全く機械がないってわけでもなかったのかな。だけど、なんか、ファイブって結構機械出てくるなーっていう感じがするんだけど。ファイナルファンタジーとかもね、そうだけど。さあ、もう3階に戻ってきましたよと。とりあえずここまではね、基本一本道なんで。
めっちゃ眠りますね、このマスタード。今いる場所はここです。ここが、ここがもうずれてんだよな。もう一回確認しましょう。まあ今いる場所はここですと。で、そうだね。南側見てみましょうか。まあ、結局エレベーターで来る側と、ダークゾーンの中の階段のところは、繋がっていたよってことですね。ああ、麻痺した。ああ、しかも、僧侶を狙ってきたか。ビショップで、治せるかな。麻痺だから、ディアルコだっけ？そうだね。使えるかな。薬は確かないぞ。レインボーレイ。これはちょっと怖いんで、やめときましょうか。んで、ビショップ。使えない。じゃ、リセットやね。さあ、戻ってまいりましたけども、今どこだこれ。どこでセーブしたんでしたっけね。わからん。東7の、南14、ここか。で、北を向いてると。ここですね。CPU ローモールだとね、ここまで戻ってくるのに、結構時間がかかっちゃって、どこにいたか忘れちゃうんだよね。
結構複雑ですね。こっち行ってもよかったかな。まあいいか。マップ埋め埋めするのも大変ですね。おっと、どんどん。まあ、今のところ彼に会ってもね、別に聞きたいこともないしな。あれ？あ、ここか。ああ、この足！さよなら。なんか行き止まり付近にいることが多いのかな。じゃあ戻ってこっちかな。ちょっとでも一旦区切ります。あのパッケージに入ってたマニュアルを見たらですね、恐ろしいことが書いてあって、一旦区切る場合はあのこのリーブゲーム選んでくださいと、はい、じゃあ続きやってまいりましょう。次はどうしようかな。今ここにいるんですけど、じゃあこっちの方行きましょうか。修験者が4匹。侍か。ラハリトできるんだっけか？ラハリト。ああ、モンキのあんま聞かなかったな。ああ、逃げたわ。
ディアルマ。ディアルマ。サイレンス。はい。ポット？ピット。はい。はい、ここまで戻ってきました。こっから左側は特に何もなしね。じゃあ今度はこっち行きます。一応ね、こういう怪しい木止まりがあったら、アイテムが落ちてないかどうか、シークレットドアはないかどうか、調べておかないと。それでもね、漏れはあるんだと思うんですけど。おっと？扉だ。怖いな、なんだか。うわあ、結構食らうな。からしの塊だとしたら結構傷跡に染みそうというかね、痛そう。パウダーケグ。パウダーケグ。綴り合ってんのか？ちょっと、初めてだよな、これ。綴りは合ってるみたいだな。ほとんど全員が怪我って書いてある。怪我なの？パウダー怪我？ポールアーム。
鑑定できた。ホーリーバッシャー。お、これはなんかプリーストに良さげな名前のアイテムですが。武器。ホーリーバッシャー、バッシャー。まあ、ホーリーだからね、呪われることはないと思うんだけど。3から7ということで、今持ってるのメイスでしょう。3から7だから、まあ微妙にいいのか。ちなみにメイスは3からの6ですね。じゃあ持ち替えようか。まあ、特にホーリーとか言ってますけど、何かに、特攻してるとかね、そういったものではないみたい。あ、チェインメイル。あ、じゃないんじゃないよ、これ。プリーストに持たせましょう。あ、ホーリーバッシャーもうすでに持ってんじゃん。これ見せ売りしてたのかな？はい。で、メイスは捨てちゃおう。ポイント。今いる場所が、ここでしょ？で、1、2、3。こんな感じかな？ 1、2、3。ん？違ったな。1、2、3。こうか。そうですね。で、また扉が見えてるな。1、2、3。なんかありそうだね。なんかあれ？いいのか。ん？鍵。よし、こじ開けた。赤いカーテンがかかった壁のある部屋で声がささやいた。肉体。エッチだね、なんか。赤いカーテン。声が肉体。なんか、ちょっと怖いな。泡立ち血の色を呈する泉の上からグロテスクな小さい彫像が微笑みかけている。こんな2行しかない文章で、なんかすごいこう映像が浮かんでくるよね。
と泉があって、赤いプールってことか？ですね、赤いプール、赤い。さて、一旦中止して、まあ、ここでセーブします。で、ゴムボート、アヒルのボート。はい。で、スタッフは他の人にあげちゃおう。水たまりの深さは A から H。まあ、一つ一つチェックしていっても、まあ、いいんだけど、結構あるな。A、B、C、D、D、E、F、G、H でしょ ?1、2、3、4、5、6、7、8、8!とりあえず H からもういきなり行ってみましょうかね。敵だね。マカラ。左側の、なんか、偽ウルトラマンみたいな顔したやつ。こいつが固定の敵だろうね。呪文は使ってくんのかな？どうなんだろうな。とりあえず、バマツ。眠れ。まあ、よく眠ってくれるみたいね。はい、リアルト。あれ結構起きちゃってんな。もっと寝とけ。あれ？戦えるの？あ、そっか、ホーリーバッシャーが届くんだ。まだ死なねえのか。結構強いぞ。偽ウルトラマン。おっと、ホーリーバッシャーが届いて。
とどめさせちゃった。マジックドレインね。マジックドレイン。ああ、マジックか。ちょっと待って、結構、やばいんじゃねえ、疑惑が。魔力吸われてはいますけど、なんとか大丈夫かな。じゃあ今ドロップしたものを確認してみようか。このスタッフは違う。これか。なんていうものかな。フィギュライン。あと、ウェポン？ライトクロスボウ。あー。あー、触っちゃった。呪いのアイテム。いや。呪われちゃったのか。ん？装備はしてない？あ、いや、装備しちゃってるか。氷柱。あー。ってことはさ、呪い解除したらなくなっちゃうんじゃないこれ。何の装備？その他かな？その他。これは、そうですね。ああ、やはり、醜い悪魔の笑った顔に使うって書いてあるな。で、0% 消滅。まあ、呪いのアイテムですと。アーマークラスは下がる。回復マイナス1って書いてあるから、歩くたんびに HP が減ってっちゃうやつかな。なるほどね。まあ、おそらくそうだね。まあ、リセットした方がいいか。ちょっと待ってよ。ああ、歩いても、まあ、HP は、減ってないか。これでもね、後から、必要になるんでしょう。醜い悪魔の笑った顔に使うって書いてあるから。まあ、ここでの戦闘は必須になるわけだ。じゃあ、ちょっとやっぱりやり直そう。ちなみにプレイングマニュアルによると、血の色をした泉については、血のように真っ赤に、淀んだ泉に潜るのは誰でもあまり気が進まないよね。しかもこの中にはヒルやら毒虫やらが、腹をすかして待っていて、潜る人間を刺す。痛い痛い、毒。ただ不思議なことに、ある程度よりも深く潜ると、体に受けた傷が癒されてしまうことがある。死んだ毒虫たちの、これは何？檻？違うな。役
薬物成分に発酵しているからなのだろうか。まあ、この泉には黄金のプールで十分に水泳の練習を積んでから調整した方がいいだろうね。って書いてあるんですけど、まあ、ゴムのアヒルがあれば、とりあえずは、まあ、溺れ死ぬことはないんでね。でもこのゴムのアヒルいつまで持ってられるのか。ひょっとしたらスパークのアヒルに渡さなきゃいけない可能性もあるよね。そしたらさ、やっぱスイムはね、結局は上げとかないとダメな可能性がありますね。まあ本当にそうなるかはちょっとわかんないんだけど、またさっきの敵と戦うことになりますわ。お、敵が少ない。うん。経験値も少なくなっちゃうな。あ、マダルトまでやんなくて大丈夫か。あー痛い。20も食らったよ今 AV さんが。殴れるんだっけ。さっきはホーリーバッシャー88がね、殴って勝ったんだけどね。そういえばね、あれ、殴られると麻痺したりするから、カルキルとか。で、スザリ。あ、倒したね。ドラゴンズ ASP。 ドラゴンズ ASP。 よし、フレイル。回復回復回復、まだ大丈夫かな。このフレイルを判定しとくか。
モーニングスター。モーニングスター、いいね。モーニングスターはやっぱプリンストが持つべきものっていう、なんとなくそんな印象があるんだけど。モーニングスター、モーニングスター。あった。4から10。で、プリンストは装備できますね。はい。じゃあ、MZ さんに持ってもらいましょう。で、さっきのこのフィギュライン、こいつは怖いんで、お店で鑑定してもらいましょう。まあ、セーブしてね、自分で試してもいいんだけど、何分ね、ローモードにしてるとね、リセットしてやり直すね、えらい時間かかるからさ。モーニングスター。はい。と。じゃあね、今回は、これで一旦帰ろうかな。うん。無理してもね、よろしくないので。とりあえず城に帰るまでやります。よし。今このピットに落ちた。帰り道は、あ、そっか。この階段から上がれば早いね。あー、マハリと撃ってきた。危険だ、危険危険。DR で6ポイント。はい、登ります。登って、ダークゾーンの中のこっから出てくる。今北向いてるはずなんで、あれ、今どっち向いてるか、ちょっとわかんなくなっちゃったぞ。今、ちゃんとね、今、北向いたつもりだったんだけど、向く前にエンカウントしたんか、抜いてからエンカウントしたのかがわからん。抜く前だったみたいね。うん。ダークゾーンでもローモードならね、矢印も、いてもね、よく見えるので。これだったらね、ダークゾーンもちゃんとマッピングしやすいんで、音に頼ってやろうかなって言ってたけど、まあ、このままローモードでね、プレイしていくんだったら、
まあ、ダークゾーンでもね、マップ、目で見てできるんで。よし、重労働だぜ。そういえば、ハックソー、今使ったハックソーなんだけど、プレイングマニュアルにはね、やっとこって書いてあって、まあ、なんか、ペンチ的な感じに、描かれているんですけど、なんか他の攻略とか見るとね、糸の子って書かれてたりとかするんですけど、どっちなんですかね。なんか、そうって書いてあるし、まあ印象的にはなんか、糸の子っぽいのかなと思うんですけど。はい。Yes。覚えてるぜ。ってことでね。まあ、結構、優しいやつだったんだね。そして、やっぱり、なんやかんや言って、この近道は、助かるね。なんか、大した近道じゃねえよって、言いましたけど、それでも、まあまあ、こう、早く帰りたいっていう時にね、やっぱ近いわ。近く感じますわ。回復しねえな、ディアン。全然レベル上がんなくなったね。冒険者たちの宿へようこそ。次はでも88が上がるかな。あと6000何本。あ、違う。98があと2000何本か。多分次潜ったらレベルアップするな。ヒットポイント3は上がってほしいな。うん、贅沢言わないんで。贅沢言いたいんだけどね。10ぐらい上がってほしいんだけど。簡単になったかな。じゃあお城に帰ってお眠して終わりにしますか。じゃあ終わりにします。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。次回はですね、まあ3階がまだまだ行ってないところ、いっぱいありますので、おそらく、今回行ったあの赤いプールの反対側、こっち側がまだ全くマッピングできてないんですけど、まあ、この辺りに、
もう一個のプールがあるんでしょう。多分このフロアだったっけね、金色のプール、そうですね、黄金のプール、まあ多分ここにあるんでしょう。で、まあ一番下に金が眠ってるのかな、ちょっとわかりませんけども、はい。というわけで、じゃあ次回も、また次回お会いいたしましょう。はい、ハンドでした。ありがとうございました。